エシグ勝手にオンチャンネル、はい、というわけで今回は投票、あ、ごめんなさいね失礼いたしました。ちょっと飛ばさないでくれる、失礼いたしました。 J リーグニュースのお時間です。はい、 J リーグニュースでございます。今週の J リーグニュースは、はい、今週の J リーグニュースは、はい、まず一つ目、うん、はい、チアゴ・アウベス絶好調、ファジアの岡山です。はい、この選手ですね、前節60メートルゴールを決める、あの選手です。なるほどね、はい、バーゲンナイトですね。で今週も決めちゃいました。お、2試合連続です。すごいな、はい、2試合連続でゴールを決めるという二の二、二の二、動き速いし、うんうんうん、まあ、相手のパスインターセプトしたんですけど、うん、早い、もう完全に2桁取るでしょこの選手っていう勢いができました、うん、もう下地完成です、うん、今年の得点を候補、はい、その後放ったシュートが相手の手に当たって PK なんだよ、うんうん、あ、これもう1点取れると思ったらミチェル・デュークっていう選手が、うん、俺蹴るっつって俺蹴るみたいな感じで蹴ったんですよ、うん、そしたらすっごい弱いボールでゴールキーパー真ん中で動かずポンって止めるっていう。何やってんのよ。いい感じで決めたかったでしょ。いや、そう、あ、多分嘲笑う感じでバカにした感じで、一個一個ってキーパーで多分飛ぶだろうっていう予想したんでしょ、はい、その時のチアゴ・アウベスがなるよ、絵に描いたよ、もう本当に、うん、俺なんかダヴィンチの絵かなと思うぐらいタイトルがつくよね、あーっていうなかなかないじゃん、うん、あのうわーとかさ、はーとかっていうのちゃんと頭抱えてうわーってやってんの大人がね、お前何してくれてんだっていうなるよそりゃ。そうで結局その後徳島に入れられたの、うーん、で岡山に引き分けたんですよ。それが決まってた2-1だったな。いや、そうなんですよ、あのそれこそ4点目をね、うん、決めて、うん、2-1で勝てるっていうあれだったけど、デュークが気概がね、いいと思うよ。デュークがもう唐揚げがもう邪魔したから、もう多分岡山ファンはちょっと怒ってるんじゃねえかなと思う。そうだよね、うん、チャンスをね、それでも蹴る、まあ、もちろん分かった上でやって、その気持ちはすごいなと思うけど、今週はだからデューク事変も起きる決めなきゃいけないからね、そういうのね、そうそうそう、チアゴ・アウベス、かわいそうなっていう。ちなみにですけど、はい、チアゴ・アウベス選手のプロフィールに、好きな、嫌いな料理、書いてます。嫌いな料理は納豆、あ、ブラジル人なんでね、あ、じゃあ好きな料理、なんだろう、2つあります。日本にいるかな。もうでも問題に出すっていうことは納豆巻き。ああ、正解は、うん、ガリーニョとカイピーラでした。知んねえよ両方とも聞いたことねえ。嘘つけ。知らない料理持ってるんですよ。ガリーニョってあるの？何、どういう選手の名前知らないの？分かんないけど、まだ調べてるんですけど。え、昔のブラジルの選手じゃないの？ガリーニョのこと言ってんじゃないの？なんだっけ、ガリーニョって。ガリー、ああ多分ね、ああなんかね、鶏肉を使った雑炊みたいなものらしいです、ブラジルの。へなんかブラジルでは風邪をひいた時とかにお母さんが作ってくれる料理っぽいです。どうやこっちでおかゆとかおじやみたいなことね。で、カイピーラは。カイピーラ、カイピーラ、カイピーラって嘘つけよ。造語でしょ、カイピーラ。カイピーラはなんかソーセージっぽいんですよね。適当に言ってんじゃないの、なんかわかんない、これ詳しい人いたらブラジルの情報、カイピーラ、カイピーラの情報ぜひお願いしますコメントにいただければカイピーラとで、納豆嫌いなんでしょう、うん、絶対日本のこと好きにならないでもそうだよね、だってさ、ここで知らねえの出してくるってことはさだいたいさ、まあ、そのガンバ大阪のパトリックとかもそうだけどさ、ちょっと日本物を好きなものに入れたりとかさするじゃん。折れる気が全くないよねあ、だからなのかな。俺今週の初めにさ、うん、見たんだけど、チアゴ・アウベス帰国しさみたいなニュース、ガリーニョ欲しさに、そうだからもう帰国したいみたいなやっぱちょっとホームシックみたいな。いや、開幕してまだ2試合で2点決めたのに、2点決めてだから前節も言えば3点決めてんだから、あ、そうだよ、あ、
でもう一つですね、山瀬浩二選手この番組おなじみの、はい、23年連続ゴール、すごいね、はい、J リーグ23年連続ゴール決めてる、うん、40? 40ですよ、すごいね、今年41ですよ、うん、先制点決めたんですよ、うんうんうん、で結局勝ったんですけど、もうそのゴールがあって勝ったようなもんだから、うーん、ああ、で奥さんのツイッターにですね、浩二が帰ってきた、今日は飲むぞカンパイってやってるやつ、カンパイってっていうツイートが奥さんされてた、奥さん相当喜んだんでしょう、そうでしょう ね、 ね、やっぱ旦那が23年連続でね、5体満足でさ、うん、ちゃんと怪我もせずにさ、うん、もうサッカーをやってくれててさ、うん、40で現役なんてないじゃん、ね、なかなか、うん、みんなさ、どっか気力がダメになったとかさ、うん、モチベーション上がんないとか、体力の限界って、そう、あと怪我でね、やりたくてもできないとかっていう選手もいる中でさ、このね、40で稼働してゴール決めちゃうっていうさ、すごいよね、そうそう、で、第一戦でバリバリやってるってのがすごいね、ちゃんとね、J2 も、確かに、でちなみに山瀬選手の23年連続ゴールは1位じゃないですか、歴代のまだ上がいる、24年連続ゴールやってる人がいるんです、数、え、数じゃないの、連続じゃないの、23年24連続、そう、で数、海外で、J じゃなくて、あ、それは農家になっちゃうね、うん、J リーグの連続、うん、何年連続ゴール決めました、そんなベテランの選手他にいいの、でも絶対知ってる人、ベテラン、俺スポーツ選手って村田兆治ぐらいしか知らないベテランって言うから今でも早い球を投げれるっていうだけです、まさかりトーク、まさかりトーク、自身になっても140投げるってあれじゃなくて、え、誰誰、遠藤です、あ、遠藤って、あ、そうなの、24年連続、去年決めたから24年連続、へぇ、今年決めたら25年連続になる、すごいね、でもそれあったらさ、山瀬浩二もさ、まだまだ頑張れんなと思うもんね、で、遠藤選手もすごいのがさ、ジュビロでバリバリレギュラーで出てる、いやー、ね、今年43とかどうやったっけ、お前が上だもん、そう、それで J1 で今やってる、うーん、すごいよ ね、 いいね、バリバリ頭がいいんだよね、あ、サッカー IQ、 サッカー IQ、 だから行くとこ抜く、行くとこ抜くとこしてる、うん、100で行くとこと、うん、20、30で力抜くとこしてる、うん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 、そういうのがうまいんだよ、ね、若手みたいにバーってただ走ってるだけじゃなく、そうそうそう、うん、ここ走ったら効率よく取れるとか、うんうんうん、ここ行ったら無理すぎたら怪我するとか、そういうの多分分かってるんだよ、なるほどね、ぜひ北海高校出身山瀬浩二選手、何回言うんだよね、試合したことあるんですもんね、試合したことある、おじさんがずっと同じ話したんだよ昔の自慢話何回も聞いたよ自分何回も言うわもう初めてみたいなテンションしゃべるからもう、だって知ってんだよ、本当なんですもんね、そう、本当なんだよ、本当か嘘かじゃないの、もう聞いたの俺は疑ってんの分かるよ、それ本当なんですかじゃないんだよ、初めて見る人がいるかもしれないから本当なんだそうそうそう、分かった分かったって言ってんだからこっちは、でその北海高校から先制を打ちしてるんだから恵庭、南高校が、うん、ということでね、まあこの1点だけじゃなくて、うん、もう2点3点と決めていただいて、うん、まあ、山口もね躍進すればいいね、うんうんうん、前回この企画で、うん、僕の、大学の時の先輩が、うん、はい、あの岐阜の石津選手と高校時代サッカー部で同級生だったって、はい、めっちゃ仲良くて、うん、結婚式とかにも行ってたって話したじゃないですか、うんうん、でもその先輩今ちょっと何やってるか、うん、消息不明って言ったじゃないですか、うん、で今日の朝ツイッターに DM 来て、動画見てくれた、そう、すげえ、俺何も言ってないの、うん、連絡先はもう分かんない、聞けちゃってるから、うん、はい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 、で最初嘘ついてんのかなと思って、うん、なんか怪しいなと思って、うん、読んでったら、あ、僕はその時当時ゴールキーパーをやってるって、確かにやってたんですよ、ゴールキーパー、うん、言ってないから、うん、あ、じゃあもう本人だと思って、うん、連絡来たっていう話です、すごい、ね、その後やり取りしてんの、しました、マンボウ終わったら飲み行こうみたいな話しました、あ、よかったね、石津選手捕まりましたよ新たなエピソード来ましたよ、石津選手、新たな石津伝説、ちょうだいちょうだい、でキーパーだったんですよ、うん、その先輩が、はいはいはい、だから練習で石津選手のシュートを止める
ことがあるわけじゃないですか、うん、で石津選手のシュート止めて腕骨折したことがあるらしいです。マジでマジでえで足が当たったことじゃないでしょ、ボールでしょ、はい、手か腕でもどっちか骨折しちゃった、とにかく手を骨折しちゃって言ってました。すげえな、ピーターワーツじゃんガードした腕が折れるっていう、カットしてねピーターワーツいろいろ骨折してるから最初どこのこと言ったのかなと思ったけどすごいね、ピーターワーツね。ピーターワーツじゃないよ。レシート選手。結構割り、結構ぐしゃってたもんね。結構痛い。いや、すげえな。へえ。多分片手で行っちゃって、グーンって行っちゃったね。持ってかれちゃった。ああ、そうしようね、多分。なるほどね。すげえな。ちょっとおもろ、なんか俺このチャンネルやっててよかったって思ったもん。うん。何かしら役に立ってんの。役に立ってるね。人の縁につながったと思う。ね、どういう経緯でこれを見たの逆に。確かに、でも仲いいからよく見てたんですよ、アビスパの試合見に行ったりしてて、うん、で、岐阜に移籍したから多分調べたんでしょうね、なんかで動画見たりして、はいはいはい、で、それでたまたま引っかかったんじゃないかな、ツイッターなり YouTube、 あー、じゃあちょっと運もあるみたいな、うん、だから石津選手が来なかったら見てない可能性あるもんね。そう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 、石津選手がつなげてくれ、もう一度つなげてくれた縁ってことですよねナイスアシストナイスアシストですよ、本当に。だからもうこれ2022年石津の奇跡と名付けましょう。なんかいや言われるかなと思ったけど、うん、でさっきの骨折の話も全然伝っていいからねって言われて、でもこの優しい感じ絶対せいやさんだと思って、うん、絶対本人だわ。分かっちょ、なんかすごいな。今後ともなんかあの末永くよろしくお願いします、ね。まあ、サッカー企画とかだったら来てくれるかもしれないですけど、ね、あ、じゃあ入れましょう。入れましょう。FC 金子店に入れましょう。ぜひ。いやすごいな。これだけで石津選手が移籍してきたって価値がもう出たじゃん。もう。素晴らしい。素晴らしいですよ。ね、石津選手もぜひこのチャンネルを見てもらいたいです。これ。これ一番の大ニュースですよ。うん。いや素敵なニュースですね。それは素敵なニュースでしたね。